こんにちは、関西ウォーカーレポーターのマリカです。本日私は大阪ミナミにある港町リバープレイスに来ています。なんと本日から3日間こちらではレモンサワーフェスティバルという美味しいレモンサワーとすごく美味しいお料理を楽しめるイベントが開催されています。私もレモンサワー大好きなのですっごく楽しみです。では早速レポートしに行ってきます。台風飯店さんに来ました。なんかここタイとか台湾とか沖縄の南国料理を楽しめるお店だそうです。うわー美味しそう。あ、次は100通りのレモンサワー。100通りのレモンサワーが楽しめるそうです。すごい人気ですね。次はこちら安藤さんと炭火肉酒場肉丸さんにやってきました。すごい賑わってますね。ここでもいろんなサワーが楽しめるそうです。すごい試飲ができるそうです。早速行ってきます。こちらでは2種類の試飲ができるそうです。はい、ありがとうございます。こちら極上レモンサワーの瀬戸内レモンです。はい、ありがとうございます。極上レモン、すっきりタイプ、すっきりタイプいただきます。ありがとうございます。こちらのすっきりしてます。爽やかです、すごく。ここでこちらこちらが、はい、極上レモンサワーの丸おろしレモン。丸おろしレモン、かなり果実感の強い。あ、いただきます。こっちの方がちょっと甘いですね。レモンの風味がすごい美味しい。こっち2つ試飲してきました。私こっちの方が好きです。ではこちらたこ焼きのたこの鉄さんにやってきました。こちらは今レモンサワー組ドロップという商品がこのフェス専用に開発されたそうで、インスタ映えを狙ってるそうです。かわいい飲み物ですね。早速飲んでみたいと思います。レモンサワーグリミードロップ一つと、あとたこ焼きのパインチリソースお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。パインチリですね。はい、どうぞ。ありがとうございます。わー、見てください、すごい可愛いです。こちら下にグミが入ってますね。でこちらはパインチリソースといって、すごく見たこともない。ではこちらの可愛いレモンサワーいただきたいと思います。うん、炭酸が喉の奥にじゅわーって広がって、すごいレモンが爽やかで美味しいです。しっかりとレモンの風味がして、あとちょっと海の甘さも感じられます。たこ焼きにもすごい合いそうなので、たこ焼きいただきたいと思います。こちらはパインチリソースっていう、なんとも不思議な味ですね。ではいただきたいと思います。おいしい。たこ焼きカリッカリです。たこ焼き初めカリってなって、中すごい柔らかいんですよ。でパインチリソースがパインの風味とちょっとチリの辛い感じで、エスニックな感じの風味です。すごいレモンサワーに合いますね。はい、ではこちらサイエンさんに来ました。こちらはレモンサワーを楽しむお店と、名前に入ってるレモンサワーが入ってるぐらい、レモンサワーがすごくこだわりを持って作られてるお店だそうです。でこちらのその渾身の一杯を飲めるということで、私はすごく楽しみです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。見てください、レモンがペンギンの形になってます。かわいい。じゃあ早速いただきたいと思います。うん、さっきこちらでレモン絞ってたので、なんかレモンの果肉も入ってますね。すごいレモンしっかりしてて美味しい。うん、あ、青くなってきました。すごい可愛いですね。
青にあのレモンのペンギンが浮かんでます。しっかりレモンの味がして、この青いのにレモンの味ってなんか面白いですね。はい、ありがとうございます。すっごくたくさんのバラエティ豊かなレモンサワーがいただけてすごい楽しかったです。で今レモンサワーが最近波に乗って流行ってきてるそうなので、インスタ映えも間違いないので、皆さんぜひレモンサワーフェスティバル遊びに来てはいかがでしょうか。私も絶対次は友達と来たいと思います。ではレポーターマリカでした。バイバイ。